なぜワイドショーのコメンテーターがこんなに偏ってるのかということについて今日はお話しします。結局ね、新しいになるとおかしくなっちゃうんですよ。テレビの在り方というのはやはり過渡期に来てるんだろうなと思いますよね。はい、今日も皆さんと一緒に日本の社会を考えてまいります。トギ YouTuber の川本慎一郎です。今日はですね、マスコミの評論の仕方、コメンテーターの話す内容、なぜそんなにうがった切り口なの、こういう視点についてですね、お話をしてまいります。私も数々の番組に携わってきて、いろんな評論家コメンテーターを見てきました。お、この人すごいなと思えば、何言ってんのと思うような人たちもいたわけですけれども、その背景にどんな姿勢が読み取れるかで、このことを感じた上でご覧になっている皆さん方と、やはりメディアの在り方というのを見つめなきゃいけないなと思ってます。特に菅内閣が誕生して、いやもう好き勝手に皆さん話してるなという様子を見ていると、やはりこのチャンネルでお伝えしなければならないというふうに思いましたので、ぜひ最後までお付き合いください。またこのチャンネルを訪れたことをご縁にチャンネル登録していただきまして、下記に皆様からのコメントをお待ちしております。皆様からいただいたコメントすべて目を通した上で、次の配信制作提言につなげてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで、私菅内閣が誕生して、いろんなこの新聞テレビあるいはネット上の評価を見てきました。で、一つにですね、菅内閣発足の支持率が安倍晋三第二次内閣の発足時よりも高いと、一般的に期待感が高いということがあったり、実務型でありますよ、仕事し、これ菅さんも仕事をしたいとおっしゃってますけれども、適材適所の配置で仕事をしていくんだ、一見地味に見えるかもしれないけれども、その道その道の力を発揮される方を登用されてるんだというプラスの評価の一方で、新鮮味がない、若手が少ない、石破はいじめだみたいなですね、マイナスの評価も、もちろんこれくっついて出てくるわけですね。で、私はマイナスの評価をしてくることに対して、自民党だからイエスとかノーって言ってるんじゃなくて、菅内閣は仕事したいと言ってるのに、なぜこの仕事の様子も見ないでですね、発足した瞬間から批判するのか、これは批判のための批判じゃないですか、これをマスメディアという大衆に大きく伝える力を持っているメディアの皆さん、あるいはメディアに出ている方々が、ある意味そのメディアを利用するかのような形で発信していくのはどうなのっていうのが一つ思ったわけですよね。だ、この点についてはクリアにしなきゃいけないと思ってます。例えば閣僚の年齢が高い、そもそも菅さん安倍さんより年上じゃん、新鮮味がない、こんな内閣で未来はあるのかという人がいますけれども、ちょっと待ってよと。菅義偉さんは今総理大臣になりましたけれども、少なくとも直前まではですね、内閣官房長官としてこの安倍内閣をずっと長年にわたって支えてきたわけですよね。で、じゃあその官房長官を長年やってきた時に、もう菅さんお年だから辞めた方がいいじゃないか、こんな高齢の官房長官だから辞めた方がいいじゃないかって誰か言ってました？そう言ってた人たちがこのタイミングで言うならまだ分かるんですよ、一貫して。でもその時は言ってないで、いや、いざこうやって内閣の顔ぶれ見た時に高齢だ高齢だって言ってワンフレーズで批判するのはいかがなものかと私考えてるんですね。いやいや、官房長官と総理大臣は違うじゃないか、川本って批判する方もいると思いますけれども、でも内閣の要として、その国家のリーダーとして重責を担うという意味では、確かに総理大臣は顔ですけれども、実務をこうしっかりと握るのは官房長官で、この激務とか、あるいは外に向かって対外的に発信するということで、官房長官 もう毎日会見をやってるわけですから、毎日情報発信してる中でですね、それは年齢の関係だってあるわけですよ。で、ここの批判もなかったのに、いざ突然出てくる、あるいは女性閣僚が少ない、女性差別を取り除いていかなきゃいけない、これ社会課題なのに橋本聖子オリンピック大臣と上川陽子法務大臣しかいないじゃないか、おかしいよ、もっと女性登用してもいいんじゃないかという意見も、もうちらほら見ます。テレビなんかでも喋ってる方もいますけれども、そもそもじゃあ女性だからいいのか男性だからいいのかっていう評価じゃないと思うんですよね。各大臣がいて、各省庁がいて、そこのリーダーにふさわしいのは誰なのか、これは菅総理大臣がここが適材適所だと思って配置していくのが閣僚ですから、そのことについてですね、女性が少ないとか多いとかっていうのは、僕はその男女関係なく見ていかなきゃいけないと思いますけれども、じゃあそもそも論、そういうことを言う方たちと一緒に考えたいし、むしろ提案していただきたいのは、女性の政治家が少ないんですよ。それは国会でも都道府県議会でも
地方県議会でも、ね、地方のその市町村議会でもみんな少ない、全体的に。じゃあなぜ女性が少ないのか、女性が目指すような社会じゃないのかということを考えるべきだと思うんですね。で、私は若い人が政治を目指さない、政治家を目標としない、これが社会構造を何か壊していけない一つの課題じゃないかと思って、若い人たちにも政治に関心を持ってもらおうと思って活動してるわけですけれども、これ似てるとこだと思うんですよ。女性で政治に入っていくというのは、まあ、ある意味こう何か社会的な、今言ったように女性差別みたいな意識の高い活動をされている方や、あるいは弁護士の皆さんや、もうそういうふうにキャリアを積んできた方たちが、いやもうちょっと社会を動かしたいと思って政治の道に入っていくということを除いてはですね、町場のですね、会社で普通に会社勤めの女性たちが OL の皆さん方がパッとですね、思い立ったようにですね、議員を目指すというのは、まあ、たまにいらっしゃいますけれども、ほとんどないですよね。で、これは何なのかと。で、一方で私が言っているその若い人たちが政治に目指して、目指さないというのも一緒なんじゃないかと思うんですよ、根本的な部分は。何かある特定の人たちだけが政治をやっていて、何かある特定の人たちだけでもや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 やってると、自分たちとは関係ない世界にあるんだというふうに思いすぎてることが、例えば IT が遅れてると、 IT を仕切ろうと思ったってガラケーを使ってる人たちがそれをリードするとかね、あるいは女性差別を撤廃していかなきゃいけない、ジェンダーフリーだと言ってもそのことをよく理解してない人たちが政治家としてリーダーとしてそういうものを議論していくというちぐはぐな現状が起きてるわけですから、やはりある程度その層があってですね、いろんな各層各界の代表が集まって議論して、あ、この人すごいな、あ、なるほどな、この政策だなと思って合意形成していくのが新しい形だと思うので、女性閣僚が少ないと批判される皆さん方はその前に一緒にですね、女性の政治家が増えるような社会風土を作りたいと思います。で、ここは本当に若い人たちが参加しない、若い人たちが政治家に憧れないと私過去の動画で入れた時に、タレントとは違うんだから派手さとか関係ないじゃないかというふうなご批判のコメントをたくさんいただいてたんですけど、そうではなくて、別にタレントみたいな憧れではなくて、やはりこの国のために、この地域のために、いろんなことを捨ててもですね、挑んで勝負していきたいという人たちが増えなければ、そういう熱い思いの人たちが増えなければ、ただ単に官僚の言われているようなレールに乗ってですね、皆さんが見ていて感じるような官僚が読んだ原稿をただ読むだけのつまんない政治家が増えちゃうんですよ。私はそこは間違っちゃいけないところは原稿があるかもしれないけれども、やはり自分の言葉で蝶々発信の議論をして、ああでもないこうでもないわといって一つのことを作り上げていくのが政治家だと思ってるので、ぜひですね、女性閣僚を増やすためにも、そして若い年齢層の閣僚を増やすためにもですね、この YouTube 通じて皆さんと情報発信していきたいと思いますが、じゃあ例えばフジテレビのですね、バイキングという番組があります。これ17日ですね、まさに発足してすぐの番組の放送の中でこういうやり取りがありました。薬丸裕英さんがですね、若さと新鮮さがないですけど、まあ、実務型の安定を選んだのかなという感じで、個人的には石破派の田村さんがそれが良かったな、やっぱり選挙戦見てて最後の最後石破さんちょっとかわいそうだなというふうに映ったんで、というふうにコメントしたんですね。そうすると坂上忍さんがちょっと大人げないというか、弱い者いじめも度が過ぎるだろうって雰囲気でねと、で薬丸さんがそんなことまでするっていうのがね、本当か嘘かわからないけれど、そういうのが伝わってきちゃうと、それで石破派一人も入れないとなると完璧に石破潰しだなって思っちゃうので、というコメントがあったわけですね。でこれまでもいろんな社会現象の中でフジテレビのバイキングというお昼の番組の中でですね、いろんな議論をして伝わっていくことが、まあ、違うメディアに載ったりしてまた拡散されていくんですね。だからこのバイキングの影響力というのは大きいんですけれども、果たしてこのコメントが薬丸さんが本当に心から心から考え抜いていろんな分析の中で発したものなのか、単純にふわっと思って語ったことなのか、ここは重要だと思うんですね。でもテレビをご覧になってる人たちはあんまりこう真剣にこうやって YouTube とかみたいに私が喋ってる内容を真面目に聞いていただくというよりも、なんとなく何かをしながらとか、ご飯例えばお昼だったらご飯食べながらとかしてて、ふん、あれなんか今薬丸さん言った、あ、石破さんいじめられてたの、あ、なんか確かにそれひどいねみたいな感じになっちゃうのが僕はテレビだと思ってるんですね。だから
テレビに出ている情報というのは本当にもういつ誰がキャッチするか分かんない、どう感じるか分からない、むしろそうやって耳だけで聞いていて反応してあっと思ってそれをまた外で喋っちゃう人たちがいかねない、その中でこういう石破潰しだったというような言い方が出てくるのは果たしてどうなのかな、本当なのかなと思います。私も自民党の党員ですし、東京の都議会議員として菅さんのこの選挙対策の陣営、岸田さんの陣営、あるいは石破さんの陣営を見てましたけれども、本当にこう薬丸さんが言うような石破さんがいじめられているというのは印象ではあるかもしれませんけれども、私の実感ではありませんでした。それは石破派の皆さん、あるいは石破さんを応援する人たちだって一生懸命動いてたし、それに対してですね、メディアはいろんな石破潰しだって言われてましたけれども、そもそも論今回は政策集団のいろんなグループがあって、このグループが菅さんを押すとか岸田さんを押すグループと石破さんを押すグループというのは単独しかなかったわけですよね。そこに何人仲間がついてくるかという選挙だったので、いやちょっとこれはね印象操作的になるんじゃないかなと思うんですけど、こういう発言を見ていると、私もワイドショーの担当もしていたりとか朝の番組担当している中でいろんな評論家の皆さん、コメンテーターの皆さんと出会ってきたし、一緒に仕事してきました。でタイプいろいろタイプいらっしゃるんですけれども、まさに専門に特化されている方っているんですね。もう外交には強いと、もういろんな中東情勢だとか例えばアメリカ情勢に強くて、そのことについては力強くお話をされるけれども、それ以外の例えば経済とか他の文化面に関しては一般的なことを、そういうふうに見られますよねとか、そういうことを言ってる方いますよねって言ってあんまり深入りしない、強く言い切ったり、思いだったとしても言い切らない方もいれば、まんべんなくいろんなことに私はなんか知ってるよ、私は言ってるよというようなこのアリバイとか足跡を作るようにコメントされる方もいるわけですよ。で、そういう人たちでも今お話ししたようにテレビの前にいる視聴者の皆さんというのは受け取り方は一緒なわけですよね。全部テレビに出ている人が喋ってる、つまり言えばもっとさらに言えばテレビのが言ってた、テレビで伝えていたってなった時にみんな一緒なんですけれども、その出ている側の人たちのモチベーションや立ち位置が全く違うと。少なくとも政治家もそうです。誰でも政治家に立候補できます。でそこで投票されるかどうかは別ですけれども、テレビに出てる人たちだって別にコメンテーター資格ってないんですね。評論家資格ってないです。いろんなことを書いたりとか喋ったりとか、いろんな人間の関係の中で、この人テレビで喋ったら面白いんじゃないのって思うとプロデューサーの皆さんがキャスティングしてくるわけですけれども、その面白いっていうのが私はクセモンだと思ってます。なぜか面白いというのは、例えば一人評価をする、菅さんって秋田県出身、叩き上げでこんな一生経験もやって総理大臣に上り詰めましたよって、これ一つのもうストーリーが出来上がってますよね。菅さんのこのストーリーに載ってることを、同じことを喋る人はこれはコメンテーターのキャスティングには選ばれませんよね。これが例えば私今持ってるスマホですって言った時に、このスマホでね、いや本当にいろんな社会が変わりましたよ、これから 5G も入ってくるしね、いいですよねっていうのが例えば一つの意見だとしたら、いやこのスマホっていうのが問題なんですよ、このスマホっていうのがこれこれこんなこんなんですよって言って違った話にする人は、あれそんな見方もあるんだ、そういう考え方をするんだ、面白いなってなるわけですよ。だからどん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 時代を経ればですね、これは私の個人的な見解ですよ、コメンテーターの数が増えれば増えるほど全くもって違った考え方、本当にストレートに合ってるのかどうかっていうのを見過ごす可能性が出てくるんじゃないかなと思うんですね。物事360度の中に角度があるとすれば、どう見たってこの角度でしか見られないよねという意見を言う人がメインなのに、コメンテーターに面白いなと思われるのはちょっと斜めから入ってる人ですよね。でさらに次に来る人は斜めから入ってくる人、斜めから入ってくる人、斜めから入ってくる人で、どん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 新しいコメンテーターの人たちというのはちょっと奇抜な感じ、あれちょっと風変わりみたいな人たちがよく最近テレビ出てる人多いなと私は感じてます。これは保守的なのか革新的なのかという違いもあるかもしれませんけれども、本来はやっぱりコメンテーターというのは自分の世界があって、ちゃんと取材に基づいて話すとか、政治評論家の田崎史郎さんってそうですよね。いろんな批判されたとしても、私はこうやって取材で安倍内閣をやってるんだからこうだと、いやでもあれそれは違う、あれは違う、そうだあだあだって玉川徹さんあたりも
モーニングショーでこうやり取りしてますけれども、でも少なくとも田崎さんはその自分の取材の範囲からは一歩出て語らないですよね。で他のことに対して口出したりしないです。でこれはあのコロナの時にもいろんな人たちも言ってるし、やっぱりこう政府が発表する、尾身茂さんがしゃべる、厚生労働省が発表する、でも違うという人たちがテレビに出てきて目立っちゃうわけですよ。感染症の専門家の先生たちを出してる番組もある、いろんなその道の権威と言われてる人たちを出してる番組もたくさんありましたけれども、それよりも政府が言ってることを、いや違うんです、こうです、いやこんな怖いんです、コロナってこうです、ああですって言ってる人たちの方がどん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 いろんなメディアに集まってきやすいというのは、そういう、まあ、ある意味こう評論商売になっちゃってるのかなと。目立ちたい、あるいは自分が人とは違うということをアピールする人が本当にアピールできちゃうっていうのが、まあ、こういう今の状況なんじゃないかなと思います。で今思えば新聞というメディアがあって、みんなが新聞を信じていた、でそこにテレビが入ってきた時に、いや新聞の言ってることは正しいけれどもテレビはちょっと怪しいんじゃないのって言っていた。でも当時ですね、そのテレビをこう盛り上げてきた人たちというのは、まあ、若い頃からいろんな運動をしてきてですね、こういろんな学生運動なども含めてですね、いろんなこう本当に権力になびかない、自分たちは自分たちの考えでいくんだと思うような先輩方が、まあ、いろいろとテレビを作ってきたというふうに私は教わってきたんですね。でこの後の世代はどちらかというと、何々高校を出て何々大学を出て優秀な成績で筆記試験を通った人たちがテレビ局に入ってくるというふうになってくると、みんな真面目になっちゃうと。で真面目になってくると、いろんな例えば勉強してる人たちはこんな意見もある、こんな意見もあると言って、まあ、そこに対してストレートにボンと行くんですが、骨幹が今度は抜けちゃったわけですね。何のためにこれを伝えていくのか、何のこのためにこの報道があるのかということが抜けていっちゃって、さらに今私よりも若い後輩の世代はそれが当たり前だと思って見てきてるからですね、そういうもんだと思って番組に携わってしまうと今のような状況が起きてしまうんじゃないかと思います。私がテレビ朝日に入った頃というのは、まあ、各社いろんな局にも行かせていただきましたが、非常にちょっと変わってんだけどすっごくこだわってるテレビマンの方たちがいて、でそこにいろんなコメンテーターの皆さんが入ってきて非常に勉強になりました。まあ、そういう世代の皆さん方、まだデーブ・スペクターさんだとか、まあ、テリー伊藤さんだとか、そういう人たちは残ってますよね。でこういう人たちと今若手で出てきてる人たちの違いって何なんだろうかというふうにたまに僕が考えると、まあ、そういう根本的な姿勢の背景があるんじゃないかなと思ってますが、まあ、今日はちょっとこの辺りにしますけれども、つまり一つの評論に対してまずストレートな見方っていうのを確立させて、そこからじゃあこんな見方もありますね、でもテレビの良くないところは時間が、生放送特に限られてるからこんな見方ありますねって、こうやって反論しようと思っても尻切れトンボになってしまうというケースもあるんで、田崎史郎さんが言いました、こちらの方が何か言う、いや田崎さんがあなた嘘だと思った印象みたいになってしまうのもありますんで、ここはだからワイドショーの在り方とかテレビの在り方というのは、僕はずっとテレビ局に行った時から考えていきましたけれども、ストレートニュースとその情報番組というののこの線引きをどう見つめていくか、線引きした上で、あそういうものなのねというふうになっていけばいいんじゃないかなと思います。かつてはニュースとビートたけしさんのテレビタックルとどう見ても違うわけですよね。違うけれども、この中間をつなぐワイドショーというのがこう政治に影響力を持ってきたことによって今の社会ができているんだと思います。まあ、このあたりも引き続き皆様にお伝えしていきたいと思いますし、このワイドショー政治についてはですね、いろんな企画を考えていて、このワイドショー政治を作ってきた皆さん方と意見交換をさせていただきたいと実は申し込みもしているような状態でありますので、なんとかこの企画実現して皆様にお伝えしていきたいと思います。今日は最後までお付き合いいただいてありがとうございました。